徹也。へえ、兄貴がこんなところまで来るなんて、よっぽど運が良かったみたいだな。そんなこと言って、本当お前もすっごく苦戦しただろ、徹也。あんな奴相手に、この俺が苦戦なんかするわけないだろ。つまらないレースが続いてたんで、退屈してたぐらいさ。無理すんな、顔に書いてあるぜ。冗談じゃない、なんで俺が無理しなきゃならないんだ。あんなレース、俺が本気を出すまでもなかったぜ。ふーん、そうなの？まあ、そういうことにしといてやるよ。そういう兄貴はどうなんだ？俺か？俺は大変だったぜ。なんせ世界中の強豪レーサーが相手だからな。ヒヤヒヤしちまって一瞬も気を抜けなかった。まあ兄貴の実力じゃ仕方ないか。それじゃここまで楽勝できた俺の敵じゃないな。けっ、お前だってどうせヒヤヒヤしてたくせに素直じゃないぜ、まったく。なら俺がここまでどうやって勝ち進んできたか見せてやるよ。お、面白い、見せてもらおうじゃないか。勝負だ兄貴。ああ、これに勝った方が必ず優勝する。それでいいな。言われるまでもない。よし、それじゃあ行くぜ、レスヤ。これでどっちが先に進むか決まりだ。文句ないな、レズヤ。チッ、最後まで運のいいやつだな、兄貴は。お前な、運が良かっただけでここまで来れるわけないだろ。実力だよ、実力。いや、単に運が良かっただけだ。実力で俺が兄貴に負けるわけがない。本当に素直じゃないね、お前。だいたいさ、負けたらさすがだな兄貴とか、俺もまだまだだぜとか、少しは相手を褒めるとかなんとかするだろう。普通しない。実力で負けてないからそんなの言う必要ない。わかったわかった、もういい、先行くぞ。こいつと話してるとなんだか俺の方が負けたみたいに聞こえるよ。あ、どうした？無様に負けるなよ。頑張れと言え、頑張れと。